曖昧、制限、加速、人はそれを予測不可能な時代と呼ぶ。世の中は情報にあふれ、人々の感情は埋もれる。そんな時代だからこそ、自分をまっさらにする。何も書かれていない、何も描かれていないからこそ、新しい変化を楽しむことができる。自分だけの答えを探求することができる。時代の速度に合わせずに、自分の五感だけを研ぎ澄まそう。そしてまっさらな気持ちで運命というキャンパスに描こう。今とこれからの私自身を。